MF ゴーストの作品は非常に盛り上がっていて大人気だぜ。個性的なキャラクターとマシンが多く登場するから魅力的ね。バトルする光景も熱くて大興奮だわ。先日だがついに嬉しい待望の情報が入ったぞ。それは MF ゴーストのアニメかしら。その話をずっと待っていたわ。今回はとうとう2期が始まる。どこまで放送されるのか徹底考察だ。2期アニメがどんな内容かとても気になって仕方ないわよ。今わかる限りのことをしっかり教えてほしいわ。それでは早速、ゆっくりしていってね。一番目だが MF ゴースト第2期の放映日だ。昨年のアニメ第1期が終了しずっと待っていた嬉しいお知らせだぜ。秋アニメの楽しみが増えて最高よ。2024年8月9日にある情報が突然流れてきたんだ。それはアニメ MF ゴーストの公式サイトから出現。第2期の放映日が発表されていたのさ。いつ来るのか楽しみにしていたわ。2024年10月6日と同期、東京 MX やアニマックスなど他でも放送すると書かれていたんだ。様々な場所で MF ゴーストを見れるのがとてもありがたいわよ。第1期は2023年10月1日からスタートだったぜ。約1年ぶりの続編ってことね。時間がかかったけどクオリティが高くなっているぞ。どうしてそんなことが断言できるのかしら。それは短いが PV も流されたんだ。見ればそのことがしっかり理解できるはずだぜ。そのことについては後ほど詳しく語るからな。いずれにせよ10月6日放送決定はファンたちにとっても熱いでしょうね。一刻も早く見たいし興奮してきたわ。2番目に話したいのは MF ゴースト第2期 PV についてだ。作品の魅力が凝縮されてとても濃い内容だぞ。どんな感じになっているか非常に興味深いわね。 PV の冒頭は主人公片桐かなたの会話から始まるぜ。彼は師匠である藤原匠について話し出すんだ。どんなことを言っているのか非常に気になるわ。かなたは師匠がこの場にいたら多分こう話すだろうと予測しての説明。君はまだ86の戦闘力を全て引き出していないと告げているのさ。なかなかインパクトのある発言から物語の幕開けね。その後はかなたの操るトヨタ86がものすごい勢いで走行。それを画面で見る際オンジレンの姿も登場しているぞ。ヒロインのレンも早く見てみたいわ。それから神菊ティーンの勝利への執念が加速すると表示、足の子 GT 予選の行方はと続くんだ。とても興味を引く演出でかっこよくて痺れるわよ。その後 MFG レースに出場する多数のマシンも激走。かなたは快調に走り次第に順位を上げていく光景。それを見ていた相葉俊は驚きを隠せずにつぶやくのさ。2戦目にしてかなたに負けてしまうのかと危惧する相葉。物語が盛り上がってくる予感しかしないぜ。相葉の活躍もどうなるか楽しみにしていきたいわね。王者ミハイル・ベッケンバウアーの走りも激アツいぜ。彼は愛車ポルシェ 718K マン GTS で無駄のない運転技術を披露。本気にはならないがトップタイムは譲らないと超強気だ。ミハイルのようなセリフを言ってみたくなるわ。MFG 開幕戦に参戦しなかった沢渡幸輝も登場。彼はかなたと因縁があるようだな。足の子で続きをやろうとバトルする気満々さ。かなたと沢渡の過去もどんな状況なのかわかれば面白いわね。その後も MFG ドライバーたちがコースを真剣に走り集中。MF ゴースト2期に関わるスタッフの方々の名前、各キャラクターを担当する声優さんたちも明らかになるのさ。そして最後にはある人物のコメントが炸裂。MFG 第2戦の戦いがとてもハードだと予感させているぜ。誰が話しているのか興味津々よ。MFG 統括本部長の上流文弘だ。上流は雨のレースは荒れるぞ。覚悟しとけよと宣言。とても重みのある言葉すぎるわ。約1分の PV は余韻を持たせて終了するんだ。正直言って大きな期待しか感じられないわよ。この PV だけでも非常にボリューム満載だぜ。早く見たくてとてもワクワクしてきたぞ。MF ゴースト2期を楽しみたいから後で PV またチェックしとくわ。3番目に語るのは MF ゴースト2期の映像とキャラについてだ。より鮮明で迫力あるレース映像と物語を飾る登場人物。一期以上に魅力的で興奮してくるぞ。どんな部分がそう思わせるのかしら。それは MF ゴースト公式サイトで公開された2期 PV だぜ。この中で MFG レースを戦うマシンに注目。MFG 第2戦足の子 GT のコースを激走しているんだ。様々な車両が走り競い合う光景が熱いわね。そのうちの何台かについて少し話していくぞ。相葉俊は日産 GTR ニスモで激走。コーナーを荒々しく走破していっているんだ。ブレながらも加速していく相葉の愛車。そのカメラワークが臨場感満点だぜ。その点は第1期と違いそうね。個人的にこの部分はある印象を受けるんだ。前作であるイニシャル D アニメのカメラアングルに近い気がするな。バトルの激しさや興奮度がより高まりそうね。主人公の片桐かなたはトヨタ86で超高速ドリフトを炸裂。車体を一回転させてボディにあるブリッツのロゴが見えるほどさ。迫力あるかなたの運転技術が目に浮かぶわ。さらにミハイル・ベッケンバウアー見せるテクニックにも大注目だ。彼の乗るポルシェ 718K マン GTS が無駄のない走りを披露。白いマシンがうなる轟音を上げてカーブを曲がっていくんだ。
平然と過ぎ去っていくミハイルが操る愛車の後ろ姿が爽快だぜ。王者ミハイルがどんな走りをしているのか興味津々よ。MFG レースで戦うドライバーたちの表情も豊かになっているぞ。第一期はキャラクターたちの顔が綺麗な印象が個人的にしたぜ。ただ喜怒哀楽の感情が映像で見られたんだ。片桐彼方が真剣に集中し走る場面、顔が険しくとてもリアル感が見えるんだよな。それも第二期を楽しめる良さね。そして今期から登場するキャラクターたちも見逃せないぞ。一期では公式サイトのキャラクターで登場していたとある3名。二期でようやく登場するぜ。一体誰なのか教えてほしいわ。池谷光一郎と竹内樹二賢治だぞ。イニシャル D にものすごくゆかりのある者たちばかりね。2期では彼らの姿が見れるはずさ。あとは名前が出ているけど姿がアップされていない秋山渡。彼もどんな風貌に変化しているのか非常に見てみたいぜ。秋山、すごい池渋おじ様になっていたら嬉しいわよ。ただ気になる人物があと一人だけいるんだ。それは池田裕二だぜ。池田が2期で出てくることにかなり衝撃的よ。あまりネタバレになるので言えないが2期ではマストだ。原作では MFG レースに関わり独特なコメントも発言。重要なキャラクターだと思うぜ。でも MF ゴーストの公式サイトには名前も姿もないんでしょう。その通りだ。MF ゴーストの前作となるイニシャル D のアニメで登場していた池田。チームスパイラルのリーダーとしてインパクトありすぎたぜ。ちなみに声優を担当していたのが有名な中井和也さんだ。ベテランで様々な役を熟している大物の方で素敵ね。公式にはまだ中井さんの名前も未だないんだよな。意外とギリギリまで隠されているかもしれないわ。驚かすサプライズな面もあるのかもしれないぜ。ただ秋山渡の名前と担当する松本康則さんはあるんだ。 MFG 第2戦で秋山が原作で姿を見せることがないんだ。ということは別の MFG レースで秋山が出る解釈でいいわけね。現時点ではノーコメントとさせていただくぜ。2期で池田の代わりに秋山が先だとまた物語が変化。さすがにそれはないと思いたいがな。でも2期が非常にレースとキャラクターを重視していると理解できたわ。放映されたらその部分もしっかり確認していくわよ。ますます MF ゴースト2期を早く見たくてたまらないわね。4番目については MF ゴースト2期の内容だな。1期と同じボリュームだと推測。MFG 第2戦の予選から、第3戦の予選までだと思うぜ。なかなか酷敵対できそうね。その前にまずは舞台となる MFG 第2戦について話すぞ。2戦目は芦ノ湖 GT という名前のステージだ。芦ノ湖スカイラインやその周辺道路を利用した場所。MFG 開幕戦とはまた違う難所でもあるのさ。どんな風に難しいのか丁寧に教えてくれるとありがたいわ。開幕戦小田原パイクスピークは勾配があり直線も多い舞台だ。しかし芦ノ湖では勾配が緩やかで楽に直線区間が少ないんだ。ドライバーたちはマシンの速度を出せず制限があり厳しそうね。さらにデスエリアという危険箇所もあるからとても油断できないぜ。名前を聞いただけで絶対行きたくないわ。芦ノ湖コースには富士山の火山灰が降り積もる地点が存在。その影響で路面が滑りやすく滑りやすい区間があるんだ。そこはスリッピートラックと呼ばれ事故率の高い場所だぞ。難易度ありすぎてドライバー泣かせね。舞い落ちる白い死神とも言われて恐れられているぜ。予選タイムアタック後に決勝レースというスケジュールで展開。総走行距離 75.9km を3周走ることになるんだ。気を抜いたりミスしたらリスクがありそうね。MF ゴースト1期では MFG 開幕戦から芦ノ湖予選まで描かれていたぜ。2期は芦ノ湖の予選と決勝レースに第3戦の予選までだろうな。ちなみに第3戦のことも少し触れてくれれば嬉しいわね。MFG 第3戦は低速と高速の交差するセクションを走ることになるぞ。あとはこれからの放映で確認してほしいぜ。これからの放送をしっかり見ていくわ。2期の芦ノ湖 GT は強烈で激しいバトルの連続だ。MFG 開幕戦はレースだけでなく人間ドラマも豊富。2戦目の芦ノ湖はレースメインと言ってもいいくらいだぜ。大きな波がありそうな雰囲気がするわね。予選と決勝の戦いも凄まじい勢いで変化。天候がドライバーたちのメンタルを激しく動揺させていくぞ。困難なコースと天気が厄介だわ。その中で主人公片桐彼方が大活躍をしていくことになるんだ。彼方の運転技術が芦ノ湖をどのようにして攻略していくのか楽しみね。熱く興奮させてくれる内容を楽しみにして待っているわ。最後は MF ゴースト2期の音楽についてだ。ユーロビート系の楽曲がどうなるのか興味深いぜ。オープニング曲も再び人気のアーティストが歌うから期待しか湧かないぞ。2期もアグレッシブでテンションの上がる音楽が楽しみよ。2024年8月9日に MF ゴースト2期の PV が公開。冒頭では片桐彼方の発言が始まるんだ。その時に渋くて耳に残る強烈な曲が流れてくるんだ。ユーロビートの雰囲気漂う音楽がとても痺れるぜ。1期でもバトルでかかった曲が最高だったわ。2期でも引き続きそれを採用。物語を面白くする新曲を強く希望するわ。そしてオープニング曲もついに決定したぜ。誰が歌っているのか聞きたいわ。芹澤優さんが再び担当しているぞ。あの人も一緒に歌っているのかしら。
ロックミーキスミーフィーチャリングモツという名前のタイトルだ。一気と同じ芹沢さんとモツさんがまたオープニングなんて熱くて涙出そうよ。刺激的なサウンドと歌詞の内容が MF ゴーストの世界観とマッチしているぞ。芹沢さんとモツさんの歌声が盛り上げること間違いないぜ。フルで曲を今すぐにでも聴きたい気分だわ。エンディング曲の方はどうなっているのかしら。そちらの方はまだ明らかにされていないな。一気では氷川かねやさんが歌っていたわね。ステレオサンセットもしっとりしてとても癒された名曲だぜ。どんなエンディング曲になるかわからないけど楽しみにしているわ。ちなみに芹沢さんは MF ゴーストにおいて北原のぞみ役で出演。そこにも注目してもらえば MF ゴーストがより面白くなると思うぜ。2期の音楽を聴いてより MF ゴーストの物語を堪能していきましょうね。以上が MF ゴースト2期とうとう2期が始まる。どこまで放送されるのか徹底考察だぜ。今回の動画はこれで以上だな。この動画がいいと思えば高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。